もナオピです。エネディ。はい。なんで笑うねん。テイク2行くか行かんとこ、じゃあまあ今シアトルに来てるんですけども、シアトルでガムウォールっていうね、あのガムを貼り付けている観光名所があるらしい、通りがあるみたいで、でそのストリートに今からこのガムを貼り付けに、みんなで行きたいと思います。ちょっと迷いながら行くかもわかんないですけど、皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。それでは皆さん行ってきます。ガムを食べよう。はい、どうぞ。なお開けて開けて、色ついてる？ついてる、ついてる。おー、いい色。2つぐらい。あ、3秒ルール、3秒ルール。いけるいける。絶対無理やろ。いけるやろ、これ。いいや。いけるいける。行きはったわ。で、次、直樹君のお腹痛なんだよ。自由の国だからね、ここ、今。行くぞ。うん、すごい。じゃあ行こう。うわー、なんかアメリカの味する。うん、これ系じゃん。うん、今の人ガム噛んで膨らましてたってことあっちじゃん。ガム噛んでるけど、ガムウォール。ほんま？うわー、海外の味。日本のガムがどれほど美味しいか、ほんま。あ、僕なったわ。え、めっちゃすぐやん。めっちゃ迷わんやん。うわー、見てこのガムついてる感じ。うわ、一回剥がされてるらしいですね。ね、これが許される国なんですよ。そう、アメリカは。あ、あそこがあの、すごいわ。うわわわわ。ビヨーンってなってる。うわぁ。うわ、すげえ。全部ガムですか？いったね。多分ネットで検索したらすぐ画像出ると思うんで、みんなさんも一回見てください。もっとひどかったらしいです。すげえな、すげえ。ナオピ今行ったら写真撮ってみてるか。まあ行けるで、買ってきやん。その人が終わったら行けるようにスタンバイして。行け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 、投げんの。行け行け、いや、つけてつけて。うー来てな、うー来てな、うー来てな、こっち向いて。イエーイ。自由の国、これが許されるんですよ。テーベ食べたよ。すごいな、しかし。あ、これね、僕の今のすごい分かりやすい赤いやつですね。こんな感じでまたどんどんね、あの貼り付けていきます。貼り付けていきます。日本の国旗作りません？え、頑張って丸い赤いものを作って、白がないから。あ、このなんか溶岩に貼られてるところにそれを見張ってあるから、あれ白やから、あれを真ん中に貼ってて、こっちに邪魔に、こっちに変えた。すごいなあ。あ、見てきな、日本の国旗できましたよ、ちょっと。あ、落ちた。足ついてるようになってね。まあでも一瞬抑えられたんで、まあいいや、とりあえずね。はい、まあどんどん張っていきます。はい、
こんな感じでまたいい動画どんどん上げていきたいと思います。まあ、これも動画が汚いなと思った人はグッドボタンをまたよろしくお願いします。まあ、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら、バイバーイ。ガム、さよなら、anything はこっちにしよう。